こんにちは、M さんごです。今回お届けしますのは1959年12月公開、地球を狙うナタール人の円盤軍とそれを迎え撃つ人類とが広大な宇宙空間を舞台に壮絶なドッグファイトを繰り広げる日本製宇宙 SF 映画の金字塔、宇宙大戦争でございます。つぶれや監督指揮のもと、絶妙なカット割り、計算されたライティング、美しい光学合成、滑らかな操演技術、美術、衣装に至るまでその全ての職人技が絡み合い、さらには本田石郎監督による安定の本編演出とフルスピードで突き進む関沢脚本、福部サウンドが奏でるリズミカルなスコアが融合し、そこにベテラン俳優陣たちによる地に足のついた演技合戦が加わることにより、我々観客をこれまで見たこともないような豪華絢爛の大宇宙スペクタクル絵巻の世界へと誘ってくれるのです。本作は至ってシンプルな物語構成で展開していく作品であり、タイトル以上でも以下でもなく、ただ一直線にクライマックスの宇宙大戦争に向かって突き進んでいくだけの、どちらかといえば本編よりも特撮演出に重点が置かれた作品だと言えるでしょう。したがって今回の動画を作成するにあたっては、本作の物語に秘められた社会的メッセージや登場人物の感情を深掘りするような考察は控えめで、円谷英二監督が描き出したイマジネーションあふれる特撮演出に絞り込んだ解説となっておりますので、そこのところどうぞご容赦いただきまして、最後までお付き合いいただければ幸いです。なお本作はネタバレを含んでおりますので、未見の方はくれぐれもご注意いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。それではまずはあらすじから言ってみましょう。時は1965年、衛星軌道上を運行中の宇宙ステーション JSS-3 が突如飛来した謎の円盤軍の攻撃を受け大破させられるという事件が発生。同じ頃日本では東海道線の鉄道が空中に浮遊し、特急が谷底へ転落するという不可解な事故が起こります。さらにアメリカやイタリアなどでも貨物船や河川の水が空中に舞い上がるなど、同様の怪事件が続発していたのです。すぐに国際宇宙科学センターに世界各国の科学者が集結。日本からは科学センターの研究員勝宮と足立博士が参加し、物体浮遊の原因が異星人が仕掛けた冷却放射線によるものだと結論付けられます。その時会議に出席していたイランのアーメッド教授が異星人の回電波に操られ、足立博士チームが開発した超兵器熱線砲を強奪しようと試みますが、居合わせた岩村技師がなんとかこれを阻止。アーメッド教授は地球はナタールの植民地となると言い残すと、現れた円盤の開口線を浴び、謎の金属片を残して消え去ってしまったのです。すぐに足立チームがこの金属片を分析し、有星人ナタールが世界の前線基地から地球攻撃の準備をしていることを突き止めます。月面調査のため足立博士をはじめ、勝宮研究員、勝宮の恋人エツコ、岩村技師などをメンバーとする調査隊を組織、国際宇宙科学センターが誇る宇宙艇スピップ号の発射準備に取り掛かります。しかしその前夜、岩村がナタール人からの指令メッセージを受け洗脳されてしまったのです。翌日スピップ号1号機2号機が月に向かって発進します。途中ナタールの誘導兵器の襲撃に遭い、しかも洗脳されていた岩村の妨害工作を受けながらも、なんとか乗り切ったスピップ号はそのまま月面に着陸。明らかに操られている岩村を宇宙艇のシートに拘束すると、乗組員たちは月面探査車で調査を開始。残された岩村は再び脳内に響くナタール人の声に誘導され、拘束テープを引き剥がすと機内の圧縮ボンベを操作し、スピップ号1号機を爆破すると、2号機までをも爆破すべく乗り移ろうとしていたのです。一方ナタール人の前線基地を発見した調査隊は探査車を浮遊させながら熱線砲を放ち、機関部に攻撃を与えることに成功。その時基地が破壊された衝撃により、スピップ2号機を爆破する寸前で岩村が正気に戻ったのでした。スピップ号の着陸地点に戻った調査隊は、そこで爆破された1号機の残骸を目にし、愕然としながらもすぐに無事だった2号機に全員が搭乗すると月面からの離陸を図ります。そこへそれを阻止せんと円盤軍が攻撃を仕掛けてきますが、その時月面の岩場から円盤に向けてレーザー砲を放つ岩村の姿があったのです。岩村の救出に戻る余裕もなく、そのまま離陸した調査隊は地球に帰還すると、科学センターに状況を報告。反撃してくるであろうナタール人に対抗すべく、試作中の小型偵察用ロケットを戦闘用に改造し、ナタールを迎え撃つことが決定。すぐに全世界に戦闘用ロケットと地対空熱線砲が配備されていきます。いよいよナタールの円盤軍が地球に向かって押し寄せてくる中、地球側の戦闘用ロケットが次々と発進。こうして大宇宙を舞台に地球人対ナタール人の壮絶な宇宙大戦争が火蓋を切ったのです。本作宇宙大戦争は1959年12月東宝のお正月映画として公開された本格的特撮 SF 映画です。制作田中智之さん、本編監督本田石郎さん、特撮監督円谷英二さん、脚本関沢真一さん、原作岡見丈二郎さん、メカデザイン小松崎茂さんと盤石の布陣が組まれ、圧倒的なスケール感で地球人類と有星人ナタールとの壮絶な戦いを描いた宇宙戦争映画の傑作です。本作から遡ること2年、1957年に東宝は本作に先んじて宇宙人
による地球侵略を題材とした SF スペクタクル活劇地球防衛軍を世に放っておりました。脚本だけは本作と異なり木村武さんが担当しておりますが、その他の主要スタッフはほぼ本作と同様のメンバーによって固められていた。この地球防衛軍は世界が一つになり宇宙からの侵略者に立ち向かうという本作と同じ世界観を持っており、この両作品が姉妹的な位置づけにあることがわかります。ただしこの両作品を見比べてみると若干物語の濃度に違いがあり、作品の良し悪しという意味ではなく、地球防衛軍の方が宇宙人の侵略の恐怖をより着実に描いていたように感じます。地球防衛軍は主な舞台を富士山麓に置き、村祭り、ロボット襲撃、女性拉致事件、ミステリアンとの政治交渉など映画の序盤から中盤にかけてじわじわと侵略者の本性が明かされていき、そして映画の折り返し地点から一気にボルテージを上げ、地球防衛軍とミステリアンとの大決戦へと駆け上がっていく構成となっておりました。さらにミステリアンの研究に飲み込まれている科学者の葛藤や、ミステリアンの存在自体を宇宙の放浪者と位置づけた点、その侵略が子孫を絶やさないためという彼らなりの理屈を用意するなど、キャラクター背景の密度にも気を使っていたと思います。しかし本作宇宙大戦争ではそういった宇宙人との駆け引きや複雑な人間関係などを極力排除し、実にシンプルで無駄のない脚本構成となっていると感じます。確かにナタールに操られる岩村の悲しみを物語に織り交ぜてはおりますが、かといって無理に人間岩村のバックボーンに深入りすることなく、侵略者による戦略上の駒としての役割を逸脱せず、映画に寄り道させることはありませんでした。このように本作はシンプルでスピード重視の作品作りがなされており、ただただ地球人対ナタール人との攻防戦を描くことだけに集約したタイトル宇宙大戦争に偽りなしの作品作りを目指した映画なのです。とにかく本作は全編にわたって円谷英二監督のイマジネーションがあふれる特撮演出が炸裂しています。それは映画の冒頭幕が上がった瞬間から見て取れ、行部明さんの豪快なメロディーとともに東方スコープのロゴマークが映し出された次の瞬間、観客の目の前に飛び込んできたのはそれまでの日本映画で体感したことのないような広大な宇宙空間だったのです。その光景は遠く離れた星々にもフォーカスが合わせられ、実に美しい仕上がりを見せております。太陽との位置関係もしっかりと守られた絶妙のライティングによって、うっすらと浮かぶ半月状の月が美しく配置されておりました。月の左手からはスッと浮かび上がるようにして3機の白く輝く円盤が出現、スタイリッシュなデザインが施されたミニチュアの円盤は軽く上下に揺れながら観客の方向へと迫ってきます。続いて場面が切り替わるとスクリーン左手に配置されたミニチュアの地球が映し出され、その軌道上に浮かぶ小松崎さんデザインの宇宙ステーション JSS-3 の姿を1枚の画角の中に描き出していきます。カメラがそのまま右へとパンすると、先ほどの3機の円盤が編隊を組みながら滑るように JSS-3 に接近してくる様子をワイド画面を目いっぱい活かしながら、操演技術とカメラ移動の組み合わせによって滑らかに見せていくのです。再びカメラが宇宙ステーションに戻ると、先ほどよりも一回りサイズアップしたミニチュアの JSS-3 が美しく回転し、その上に重なる1965年のテロップによって、この物語が高概念の5年先を描いた近未来であることを観客に伝えます。円盤はさらに加速し JSS-3 に向かって接近してきます。その攻撃的な動きに危機を感じた JSS-3 は先手を打ってステーション上部の回転口から光線弾を発射します。しかしその攻撃も円盤のバリアに阻まれ有効だとならず、逆に円盤側から発射された光線砲の集中砲火を浴び、防戦一方となった JSS-3 はやがて全身に閃光を放ちながら大破していきます。瓦礫と化し宇宙空間を漂う JSS-3 の絶望的な姿をバックに、行部明さんによる壮大なサウンドが高らかに鳴り響くと、タイトル宇宙大戦争の文字がスクリーンいっぱいに披露されていきます。映画が始まってからここまででわずか1分50秒、本作は圧巻のアニメーション演出と光学処理、そして操演技術という円谷特撮をフル稼働することで、円盤出現から宇宙ステーション破壊までのオープニングの大スペクタクルをスピーディーに描き出し、観客を瞬く間に映画世界に引きずり込んでいったのです。タイトルクレジットが終了すると、舞台が日本のどこか夜の山間風景へと切り替わります。暗闇の中をひた走るミニチュアの急行列車を見せた後、列車の進行方向河川を渡る鉄橋のシーンでは、見回りの鉄道員が謎の飛行物体の快音波により失神、不穏なサウンドが響き渡る中、鉄橋が白く輝きながらゆっくりと浮上し、運転士がブレーキをかけるが間に合わず、そのまま急行列車が崖下へと転落していくまでの様子を、円谷特撮による精密なミニチュアワークと明滅するライティングによって雰囲気たっぷりに描き出していくのです。こうして序盤から特撮 SF ファンの心をわしづかみにしてくれる本作ですが、物語はここからこの一連の怪事件の原因究明に翻弄する地球人類の様子が描かれていきます。テレビではアナウンサーが宇宙ステーション爆破、東海道線列車墜落事故を紹介、さらにはパナマ運河で突然浮上した貨物船や、ベニスでは河川が大空に向かって逆流したニュースなど、世界各地で同様の異変が起こっていることを伝えていきます。ここで印象的だったのがニュース映像のシーンで使われていた写真風の作画による演出方法です。これはミニチュアセットを組むよりも圧倒的に予算と時間が節
約できる手法として当時の東方特撮でよく使われた表現方法の一つですが、写真風とは言っても明らかに作画にしか見えないのも確かで、今見るとどうしてもチープさを感じてしまう方がいらっしゃるかと思います。しかし私個人としましては、この作画演出を見るたびある種の心地よさを感じてしまっているのも確かで、チープさゆえに伝わってくる幻想的な空気感といいますか、当時夢中で見ていた少年雑誌の関東イラストの雰囲気、また映画館の入り口のガラスケースに貼られていたスチール写真の趣などを思い起こさせてくれるような東方特撮独特の味わいが楽しめる演出手法だと感じているのです。続いて科学センターの館内では、イマジネーションあふれるつぶらや特撮によって描かれた熱線砲の試写シーンを楽しむことができます。奥深くへとつながっていくドーム型の試写レンジは、手前の実物大セットと中央部からの作画と合成処理によってうまくつなぎ合わせ、遠近感のある一枚絵を作り出しています。熱線砲の照射シーンでは超合金の板を貫いていく光線が迫力のアニメーションで表現され、同時にドームの壁を伝って奥へと走っていく反射光の処理も素晴らしく、非常に奥行き感が感じられるリアルな熱線砲照射シーンを実現しているのです。ナタル人によって引き起こされたこの一連の怪事件の目的が地球侵略であり、月の裏側に彼らの前線基地があることを突き止めた人類は、すぐに国際宇宙科学センターが所有する最新鋭宇宙艇スピップ号1号機2号機の発進準備を開始します。準備に追われる作業員たちを描いた夜間のシーンでは、画面手前を行き交う実写の作業員やトラックと、画面奥にミニチュアのスピップ号1号機2号機をワイドスクリーンの中で見せていく息を呑む合成ショットを楽しめます。スピップ号の勇士は手前に1号機、画面奥遠い位置に2号機をそれぞれミニチュアで配置し、両機のミニチュアの大きさを大胆に変えることで発進ポート全体の遠近感を見事に表現しています。そしていよいよ発射当日を迎え、青空の下鎮座する2機のスピップ号を映し出し、続いて赤く塗られた発射台の鉄骨の中をエレベーターが上昇していく様子をミニチュアワークで見せていきます。完成室シーンでは広大な美術セットが組まれ、合成ではめ込まれたモニターから発進ポートの様子を見守る科学センターの首脳部たちの様子が丁寧に切り取られていきます。いよいよロケットのエンジンが始動し、ミニチュアのスピップ号から実写の炎が噴射。まずは手前の1号機がゆっくりと上昇を開始し、スクリーンのアッパーサイドから1号機が見えなくなるのとほぼ同時に画面奥の2号機が発進。ここでは手前の1号機の上昇を早く、画面奥2号機の上昇を遅くと、スピードに変化を持たせることで両機の距離感をリアルに伝えています。両機が天に向かって上昇していくシーンでは、ミニチュアのロケットを吊り橋から引っ張り上げ、それを下から仰ぎ見ながらカメラをパンしていくことで、高々と青空に吸い込まれていくスピップ号を見せていきます。ここで乗組員が上昇加速による G で顔が歪んでいく様子を表現するため、自らの手を使って顔を引き伸ばすという劇場騒然の離れ技が披露されておりますので、どうぞお見逃しのなきをお楽しみいただければと思います。いよいよスピップ号が大気圏を突破すると、青い地球をバックに宇宙空間を完成移動に入る両機の滑らかな移動を捉え、その後スピップ号の搭乗員たちが宇宙ステーション JSS-3 の残骸を目にするシーンでは、胸に迫るゆくべサウンドをバックに犠牲となった搭乗員の遺体と JSS-3 の破片とが宇宙空間を漂う姿を総演とカメラ移動によって映し出していくのです。その時突然宇宙レーダーが反応、キャッチした飛行物体がナタールによる隕石型魚雷であることがわかります。移動カメラが画面右手からスピップ号に向かって接近する隕石型魚雷群を捉え、それと逆方向左から右へと進行しながら熱線砲で隕石を迎撃するスピップ号を交互に見せながら、操演アニメーション光学合成などの特撮技術をフル稼働し、メリハリのあるスペースアクションを展開していきます。なんとか魚雷の攻撃を回避したスピップ号両機は、続いて月面着陸の体制に入っていきます。まずは機体を反転するため光学合成で描かれた青白く光るエンジンの噴射を見せた後、角度を変えながら月に吸い込まれていく様子をジョージパルの月世界征服さながらの特撮イメージで描いていきます。月面に降り立つと、それぞれのスピップ号の側面から着陸用アームがせり出し、続いて上部格納ブースが開くと、2機の探査車が月面に降下するまでの様子を夢いっぱいのミニチュアワークで見せていきます。月面に降り立った乗組員たちの銀色の宇宙服も実にスマートなデザインで、作画と美術セットによって描かれた月世界のイメージも雰囲気抜群の出来栄えです。小松崎さんデザインによる探査車は SF 少年を釘付けにするフォルムを実現しています。軽快な伊福部サウンドとともに、峰々の間を飛行する2台の探査車を追うカメラワークが痺れるような高揚感を湧き立たせてくれます。やがて謎の洞窟を発見した調査隊は、その洞窟の向こうに建造中のナタールの前線基地を発見します。ナタール基地のミニチュア造形は、作り物の味わいが楽しめる昭和 SF テイストが感じられるデザインとなっています。ここで引き下がるわけにいかない調査隊は、ナタールの前線基地を攻撃すべく熱線砲で攻撃を開始、攻撃を受けたナタール基地も反撃のレーザー光線を調査艇めがけて発射すると、地走りするように山肌を削り崩
崩れ落ちる岩石にたじろぐ調査隊。それを援護すべく山あいから浮上した探査車が岩場に身を隠しながら熱線砲で攻撃。ついに調査隊がナタル基地の機能を停止させることに成功するまでの手に汗握る一大特撮アクションを、行部明さんの宇宙大戦争マーチをバックに高揚感たっぷりに描き出していくのです。前線基地を破壊し地球に帰還したスピップ号はすぐに科学センターに状況を報告。しかし敵基地破壊により一旦時を稼ぐことはできたものの、すぐに体制を立て直し反撃に出てくるのは明らかでした。地球側の軍関係者が一堂に科学センターに集い、ナタールを迎え撃つべく対応策を練る中、足立博士の提言により現在世界が保有するロケットを総動員させ、合わせて試作中の小型偵察用ロケットを戦闘用に改造し、大気圏外で迎え撃つ戦闘計画を立案。すぐに世界各国が攻撃準備に取り掛かっていったのです。いよいよ映画はクライマックスを迎え、地球人類対有星人ナタールとが大宇宙を舞台に繰り広げる壮絶な宇宙大戦争へと入っていきます。誰もが胸を躍る行部明さんのマーチが始まると、小松崎茂さんデザインの化学兵器や攻撃用に改造されたロケット軍団が宇宙に向けて次々と発進していくシーンを鳥肌もののミニチュア特撮で描いていきます。成層圏を突破し宇宙空間へと入った地球軍と、それを迎え撃つナタールの円盤軍団、黄色の不定形な線で表現された戦闘隊の熱線砲と、白色の一直線で描かれたナタールのレーザー光線とが宇宙空間を乱れ飛ぶスペースドッグファイトを迫力の光学処理によって作り出していきます。野村光三さんを中心とするパイロットを正面から映し出し、戦闘機のバックの窓に宇宙空間を描いたスクリーンプロセスも美しい仕上がりで、戦争映画の実在感を伝えてくれています。この戦闘機と円盤とが入り乱れる宇宙空間での攻防戦は、戦闘中それぞれの機体の位置関係が混乱しないよう、基本的に左から右へ進行する地球側戦闘隊と右から左へ進行する円盤軍に区分した画面整理がなされています。この6分強に及ぶクライマックスの出来栄えは、まさにスターウォーズのデススター攻撃の先駆けと言っても過言ではない大迫力のドッグファイトを実現しており、それまでの宇宙 SF 映画の中でも突出した宇宙戦闘イメージを作り出していると言えるのではないでしょうか。そして敵の隕石型魚雷が地球の大気圏内に侵入すると、舞台は宇宙空間から地球へと移っていきます。隕石魚雷がミニチュアの摩天楼やゴールデンゲートブリッジを破壊した後、続いて敵の大型指令円盤が東京上空に出現。東京都心のビル群のミニチュアセットを上空カメラが捉え、建造物が円盤から放たれた無重力光線によって瓦礫となって舞い上がっていく様子を、発泡スチロール製のビルや車両などを使い圧搾空気の噴射で吹き飛ばすことによって表現しています。戦闘隊からの無線がナタールの指令円盤の位置を伝えると、地上に配備された大型のパラボラ型熱線砲が指令円盤に向かって放射。大迫力の光学光線によって描かれた熱線砲が指令円盤に命中すると、円盤が大爆発を起こし、ついにナタール壊滅に成功するのです。こうしてナタールの地球侵略を阻止した人類は戦闘態勢を解き、青く美しい地球をバックに映画は終焉を迎えていくのです。先ほど本作が至ってシンプルな物語で構築されており、本編よりも特撮にシフトした作品作りがなされていると言いました。しかしそんな単純明快な本作の中にあって、唯一人間の苦悩を描く上で一人その重責を担っていたのが宇宙科学センターの技師岩村でした。演じるは誰もが認める東方特撮映画の顔、土屋義雄さん。振り切った宇宙人の役なども率先してこなし、その実笑顔の中にどこか寂しさをにじませたルックスが印象的なクールな2枚目で、悩める青年の役なども実にうまく表現してくれる俳優さんです。本作でもナタール人からの洗脳に振り回され、悲劇的な最後を遂げる岩村を見事に演じきってくれていました。岩村は主人公勝宮の親友でありながら、勝宮の恋人悦子を慕っている様子をそこはかとなく匂わせた切ない役どころです。そんな揺れ動く岩村の心の隙間にナタール人が入り込み、仲間の命を脅かす行為を犯してしまうこととなったのです。罪の意識と自ら犠牲となる道を選ばざるを得なかった苦悩を岩村は一手に背負わされたのです。娯楽性に特化し単なる B 級の宇宙戦争ものになりかねない本作にあって、この岩村の存在こそが本作の物語に深みをもたらしていてくれていたのは確かだと感じています。本作はまさに宇宙 SF 特撮映画の金字塔であり、本作以降作られていく宇宙をテーマにした SF 映画冒険活劇のお手本となった作品であることは間違いないでしょう。改めて円谷英二監督の特撮イメージの素晴らしさと新しい技術に挑戦するチャレンジ精神には敬意を表さずにはいられません。本作はエンタメ性に特化した至って単純明快な作品であり、制作者の意図としても本作に社会的メッセージ性を潜ませていたとは思えません。ただこうして本作を見直してみて、個人的にどうしても気になってしまったのが有星人ナタールの描き方でした。ナタール人は我々が気がつかないうちに月の裏側に密かに前線基地を設け、攻撃の隙を狙っていました。また事前に回電波によって相手国に侵入し、内部からの崩壊も試みています。そしてある日突然地球軌道上にある宇宙ステーションを襲撃し、相手国がひるんだ隙を見て超兵器により主要都市を攻撃してくるのです。
この周到な戦略を見たとき、私は決して絵空事とは思いませんでした。もちろん本作の制作者がやがてこんな危機が訪れるかもしれないなどというメッセージを当時から意図して本作に盛り込んでいたとは思いません。しかし今我々が直面している現実世界を見たとき、本作が作り上げた空想の物語はすでに現実のものとなっていると感じるのです。いや、その現実は悠々とフィクションを追い越してしまっているのではないかとすら思えてなりません。今まさにナタール人が密かに電磁的洗脳によって我々を内部から崩壊させようとしているのかもしれない。そしてある日突然一斉攻撃を仕掛けてくるかもしれないのではないかと、本作を見直すたびにそんな恐怖を感じてしまっている今日この頃なのです。というわけで本作の動画はこれにて終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。